学生室の中に入っているのは小刀源五郎と鶴島源五郎と小島源五郎と姫源五郎です。源五郎ここに入ってるんだけど、一人そっちの子です。姉ちゃん、ヤゴが上に上がって死んどるよ、それ。ちょっと入れてってあげて、ちゃんと。死ぬってこと？まあ、すぐは死なないけど。